あったあったあった、これだ。おお、確かに面白い、かっこいい。黒の家ってサイクロ、あ、だから、あ、サイ、これでシクロの家か。かっこいいじゃないですか。行ってみましょう、行ってみましょう。お、なんかその前になんか生ビールとか入ったんだけど、行ってみよう。なんか店が、あ、すごいいい雰囲気、すごい。よいしょ。どうですか、またなんか毎日毎日ですごい全然雰囲気の違う場所で、なんですか。よく見たらなんか上にも泊まる場所がある。そこにあるさ、あ、やべ、サチがスイッチ入った。すごい綺麗だね。はい、すごい綺麗。かわいい、一番のまでの綺麗。おお、すごい、すごい綺麗。いかがですか。嬉しい。これで4人で1万円ってすごいね。すごいよ。すごい綺麗だね。ハンガーとかもすごい。これほんと可愛らしい。うん。じゃあ荷物置いて。どっか行きましょう。うん。行きましょう。行こう。はい、というわけで、はい、父ちゃん疲れてます。はい。まだ元気ですか。全然。じゃあ今治の町に行きますか。はいよ。行きましょう。行きましょう。すっかり元気になってんだ。たしくんおやすみ。おやすみ。こっちは。はい、りゅうちくんおやすみ。はい。二段ベッド嬉しいかい。うん、嬉しい。面白い。怒ったらちょっと下の。あ、橋になってるよ。父ちゃん子供の頃二段ベッドだったから、今更寝ようと思うけど、やっぱいつもないとやっぱ嬉しいもんか。うん、まあゆっくり寝てください。うん、おやすみ。おやすみ。おはようございます。本日はここね、今治のシクロの家というところに泊まりました。いやー、いい宿でした。自転車ね、サイクリストのところなんですけども、お宿なんですけども、あのね、いろいろ話聞いちゃってね、自転車旅やりたくなりました。あれ、あの尾道から今治も自転車借りてレンタサイクルできて、であの乗り捨てができるらしいんですよ。すっげー魅力、やりたくなってきた。今度ね、ちょっと本気で考えてみようかなと思いました。そして今日が4日目だ。今日もね、まあ、今日一日夜、もう今日の夜成田に戻っちゃうんで、まあ、実質最終日になるのかな。だけども、だから今日いろいろこうプランするじゃないですか。もうね、家族で旅行行って、こういうの喜ぶかなとか、いろいろプランしたのが、もう今日もいろいろ考えてるんですけど、それがどうか、うまくいくかどうか、勝負です。はい、じゃあ行くよ。ありがとうございます。よし。というわけで、まあ、今日の計画うまくいくかどうか、勝負どころです。行きましょうか。ゴー。はい、おはようございます。すごくよく眠れました。いや、楽しい一夜でしたね。うん。そんなね、やっぱりね、前向きな人たちがいっぱい集まって、旅人ね。旅人ね。旅人は話が尽きぬ。でも我々行かねばならぬ。はい。行くよ。はい、行こう。6時3分の電車に乗ります。ちょっと電車長いぞ。